こっちだってクエーサーの一員だったのに、クビにされるまではな。クソ誰どもババアって呼びやがって、あたしの何がわかるって言うんだ、クソ偽善者どもが。いつまでもぶりっこしやがって。あいつらの本当の姿知ってんだよ。テレビでキャッキャしてるようなもんじゃねえぜ。こっちだってまだできるのに。見てろよジジイ、こっちは諦めてなんかいねえよ。いつかまた。うるせえわい。もう十分飲んだじゃろ。さあ帰れ帰れ。じゃあどいつもこいつも。25だからってなんだ、まだ十分いけるじゃないか。鮮度に欠けるって、新鮮な要素が欲しいって、クソガキどもが業界にもう溢れてんだよ。ふざけんな。もういい。わかった。さっさとデビューしろよ。クソガキどもは何もしちゃいねえ。ごめんな。でもおめえらの日本一のアイドルになるなんてもんは、所詮は夢なんだよ。毎晩プロデューサーの玉をしゃぶって。タバコを吸い続けないと生き残れないような現実に目が覚めるだろう。そん時にはもはや夢もクソもないだろうよ。私はこのまま飛び降りるべきなんでしょうか。おかしなこと。なんでそのようなことを考えているのかしら。なのに、私はこんな場所にいる。ということは、心はもう決まっているのかもしれません。おい!何をしている?まだ若いんだから、やり直す機会はいくらでもある。このガキ、顔まで可愛いじゃねえか。そのまま諦めるのか。ここまで降りてこい。いや、私。その必要は。私の私なら運命を信じていたかもしれません。しかしある時から人生はおとぎ話とは違うと思っていた。人生には心なんてものはなく、いいことも悪いこともそれに関係なく起きるものだと。結局私たちは関係ない出来事を無理やりつなげて生きる意味を作っているのです。だからこれは運命だとは言いません。ただこの出会いは偶然であり、スターノバの
7人の壊れたアイドルの物語の始まりを告げるものなのです。あるプロデューサーが最高のアイドルグループを作るという夢のために7人の欠陥品のアイドルをその頂点へと導く、笑いあり涙ありの物語である。そう、これはそのプロデューサーの物語、あなたの物語なのです。その物語は、thank you.
誰だお前。アキちゃんがプンプンしちゃうよ。プロデューサーさんが来ましたよ。私たちの新しいプロデューサーか。ゴールデンカーフのお偉いさんだったかなんか知らねえけどさ。いいか、この子たちに指一本も触れさせねえからな。男なんてみんな同じさ。私たちのことを散々家畜扱いして、自分の金を稼ぐためだけに振り回しやがって、お前のことなんて全部お見通しだ。私たちは騙されないよ。マリア、あなたまたお酒飲んでたの？そんな状態で仕事に来るなって言ったでしょ？うるさい。昨日の晩だって一緒に飲んでたじゃない。あ、まさかお酒の耐性が衰えたとかじゃないよな。渡辺ジュリー。母は日本人で、父はアメリカ人よ。よろしくね、プロデューサーさん。ピーくん、ナナ
田辺夏樹です。でもなったんって言ってや。関西からやってきた田舎娘やったけど、今はもうすっかり都会のアイドルやで。よろしゅう。あらあら、ひょっとしてこっちを見ているのかしら。プロデューサーくん、私のことはネムネムってお呼びくださいね。趣味は編み物とお料理とお掃除かな。みんなによくドロイって言われますが、そんなこと気にせず一緒に頑張りましょう。本物に決まってるでしょ。気をつけないといけないよ、お兄ちゃん。ネムネムは頭につけているあのハート型のアンテナで人の心が読めるんだよ。でも、プロデューサーくんが見たいって言うなら、構いませんよ。本物かどうか、確かめたいでしょ。了解。ふっふっふ。我が新たな主よ、ナイトソングの配下であるこの私が歓迎しよう。課された試練は難関を極め、幾度もの絶望的な戦いの末、この身も滅ぼされかけていた。しかし我が勇敢なるブラックナイトが約束の時にこの卑しい配下を救いにやってきた。早くこの身を汝の闇色に染めてくだされ。させれば哀れな聖者でなく不死なる我が身によみがえるのだ。何も言わないのですか。乙女の苦しんでいる姿がご覧になりたいとでも。誰もわかんないから。ふーん。で、ササちゃんは？
何子？よろしくお願いします、プロデューサーさん。ササちゃんはいつもシャイなんだから、それだとアイドルになれないよ。ごめんなさい。分かってないじゃん。うわー、
くれるね。にゃほほマジで？